トコちゃん。どうもトカゲのテンです。今日はな、これ見て、大陸ガメっていうガチャガチャ、これ引いてきて、陸ガメのな、なんか大陸のやつなんやけどな、1回300円やねん。ちょっと安いやろ。はい、ということでいっぱい引いてきたので紹介していきます。まず説明な。大陸ガメ発見記録。人々が住む陸地は陸ガメの甲羅の上にあるという言い伝えがある。にわかには信じがたい伝承だが、長年の研究の結果、我々はついに地球にある6つの大陸、アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、オーストラリア大陸、南極大陸を背負った陸ガメの姿を捉えることに成功したのだ。我々はそれらを大陸ガメと名付け、ここに記すこととする。やってさ。はい、まずはアフリカ大陸ガメ。アフリカ大陸の自然や文明を甲羅に背負った大陸ガメ。古代エジプトの遺跡とパオパブの木が特徴なんやって。頭はツタンカーメンやな。はい、かわいいお尻からの陸さん。はい、今度は北アメリカ大陸ガメ。北アメリカの大都会と大自然両方の特徴を兼ね備えた自由の象徴ともいえる大陸ガメ。自由の女神の手ちょっとな、曲がっちゃってギュイーンってなってね。はい、陸さん。はい、南アメリカ大陸ガメ。南アメリカの壮大な自然と文化を背負った大陸ガメ。未だに解明されていない遺跡も多く、謎に満ちた神秘の甲羅を持つ。イースター島のモアイ像やな。からのリクさん。はい、ユーラシア大陸ガメ。ヨーロッパとアジアの文化を背負った地球上最大の陸域を持つ大陸ガメ。背中にも多様な遺跡や文化を載せている。鳥居がまた曲がってグニャンってなってもてんねん。なんかいろいろごっちゃになってるよな。はい、リクさん。はい、オーストラリア大陸ガメ。オーストラリアの自然環境を凝縮した大陸ガメ。巨大な一枚岩、エアーズロックが特徴的。ママが一番行ってみたいところがオーストラリアやね。てんちゃんたちのふるさとでもあるしな。リグちゃんのふるさとは、ってリグちゃん何してんの？あ、リグちゃんそれ、パパの足噛もうとしてるやろ。うちにいてるモモンガもカエルもオーストラリアさんやな。な、リクさん。南極大陸ガメ。背中に南極の氷を背負った大陸ガメ。地球温暖化により氷が溶けつつある。人類が守っていくべき大陸。ペンギンと船の比率が。ペンギンゴジラ並みやな、これデカさ。はい、リクさん。ということで、大陸ガメの紹介でした。パパの一番のお気に入りは、アフリカ大陸ガメ。一番左の黄色いやつな。これが一番ええねんて。ん？リクさん？どうしたん？オーストラリアがええんか？ん？どうしたん、リクさん？どうしたんって？ん？あ、リクさんあかんね。そっち、ユーラシア大陸ガメ。ちょっとリクさん、リクさん。ちょ、あ、リクさん、あ、リクさん噛んだ。
んで、それぐらいにしとき。あかんって、リクさん。ほんまに。ちょっと。なんでほんで、そのユーラシア大陸がね、ばっかしな。そう、オーストラリアは？そう、そっちそっち。いらねえ。はい、ということで、大陸亀はリクさんのお家の上に飾ることになりました。で、何気にその後ろにはゼリーの亀が並んでます。で、リクさんは寝ます。で、これついでにパパの後輩のお家にいてる亀さん、餌食べたいみたいやけど諦めて。大陸亀ええやろ、みんなも見つけたら引いてみ。ほんで、ティンちゃんたちの餌買いにココカラーズさんにも行ってきたからな。ほら、またちょっとだけな動画撮らしてもうて。かわいいやろ、モモンガのベビーちゃんや。またちっちゃいね。もうベタなれ。で、エボシカメレオンがいっぱい生まれてて、赤ちゃんいっぱいいてて、見てこい、ちっちゃいの、かわいいやろ。まだまだいてんねんで。ほら、パパいつかな、このカメレオンは飼いたいって言ってるから、いつかお迎えしたいね。で、ケヅメリクガメ、超デカなる子や。パパはこのケヅメリクガメも飼ってみるのは夢やけどな、ちょっとデカさがな、規格外やって言ってるわ。で、この子な、赤目カブトなんかな、ちょっと間違ってたらごめん。なんしかもうめっちゃおっとこまやろ、これ。やばない？もうドラゴンや。マジで。で、これパパが買いたいやつ。ただなかなかお値段がね。でもこれちっちゃいねんけどな。めっちゃ可愛いね。もう尻尾よ。尻尾なんこれは。で、ちょっとこの子らもな、パパな、ちょっと一目惚れしちゃってんね。もうなんとも言えへん。全く微動だにしない。この2匹。いつ見てもじーっとしてんねん。で、なんちゅうかわいいねんな、ほんで。前回のさ、赤太郎に対してこう、いろんな優しいコメントありがとうねっていう動画出したやんか。あれな、ほんまはパパがみんなにな、感謝してるから言うて、もう地声で喋るわってめっちゃ張り切っててんけど、いざ撮ってみたらさ、もうパパもうびっくりするぐらい棒読みやってさ、あ、もうこれあかんわ、言うて。ほんで、結局、てんちゃんが喋ってんけどさ、あ、これ赤太郎な。で、赤太郎は、まあ、今んとこな、だいぶマシになってね、プルプルもほとんどまあ、ちょっとするかなぐらいで、まあ、一応薬効いてんのか分からへんけど、まあ、今んところ、まだちょっと安心できてる感じではあんねんな。まあ、このまま治ってくれたらええねんけどな。今日も見てくれてありがとう。バイバーイ。ココカラーズさんでサイン書いてって言われて、まだサインないねんけどな。